はい、皆さんこんにちは、アジでございます。太鼓さん、武将列でね、やっていきましょう。前回蒲生秀幸さん、蒲生さんはこの辺りで終わりかなと思ってるんですけど、じゃあやっていきましょう。はい、次。あ、まだいるね。佐藤がついてるんで多分同じ血族でしょうね。あ、1600年、生まれが分かりません。石田三成家臣、ウイナ、初名は横山義打。あ、じゃあ関係ないか。名は佐田、なんて読むんだこれ。友、蒲生氏郷に仕えて、蒲生備え中の名を賜ったでいいのかな。それとも蒲生備中って読むの。氏郷の死後浪人となっていたところ、三品三成に召し抱えられた。あ、血のつながりはないんだけども、関連はしてるんだね。関ヶ原合戦では石田隊の前衛を務めて奮戦、織田浦久と遭遇して降伏を勧められたが、これを拒んで浦久に討ち取られた。浦久さんに負けちゃったの、あの茶人に行った。はあ、能力いいですよね。もう本当に武人だね。霊峰もあって、いいね、人材だったのかもしれないですね。じゃあ次行きましょう。もう蒲生さん終わりかな。正慶さんだ。願生寺正慶、これまで読めますよね。74から、うわ、長生きだ。174から94、80歳。ね、本願寺一門、八世法主、蓮如の孫、蓮順の後を継ぎ、伊勢長島願生寺の住職を務めた。だから、伊勢の方に、すごい本願寺って散らばってましたよね。伊勢の方と、日本海加賀の方に散らばってた気がしますね。七里さんって、日本海の方に、加賀の方にいたような気がしますけど、違ったかな。伊勢長島一向一揆を率いて織田信長の討伐軍に激しく抵抗するが、信長の焦土化作戦の前に敗北、最後は木曽川に身を投じたという。わー、統率すごいね。で、ただまあ、武力はもちろん、ね、あと、地方があって、まあ、こういうの手の人は魅力があるんですよね。足軽3つ、鉄砲3つ、ね、本願寺関係の人ってみんな鉄砲がすごいんですよね。この鉄砲伝来の時と何か関係あるのかね。でもあれはキリスト教だからね。その宗教的に友好関係にあったのかな。わかんないですけどね、こういうのは。ね。で、技能も内政よりも戦だね。戦と礼法。ね。はい、次行きましょう。次は、木重房さん。これまあ、キーって読めんことないですけど、これシゲって読むの。1536年から88年、52歳ではなくないですか。キー宇都宮家16代長房の子、大内家後大友島津家に属して所領を保つ。秀吉の九州征伐の際、これに下るが伊予天風を拒否して謀反を起こし、堺城を取り戻す。後和睦するが黒田長政に誘殺。あ、これはいいですね。いいと言ったらおかしいですけど、これは言葉の意味が分かりますよね。誘い出されて殺されたってね、分かりますね。まあでも謀殺でもいいんじゃないのねっていうような気はしませんでもないですが、でもまあ気概はあったのかもしれないね。伊予天風、まあだから九州の人なのね。で、伊予だから、あそこは愛媛県ね、あっちの方に行かされそうになったっていうことでしょう。まあ地元がね、いいのは分からないでもないですね。私も地元密着なのでね、密着というかずっと地元にいるんで、ただね、どうだろうか、仕事上ね、もう大阪離れてもいいんです。まあ友人はね、大阪にチラチラいるんであれですけど、まあね、いざこざがなかったら別に引っ越してもいいかなと思います。そのいざこざという言い方も変ですけど、ちょっと全くのど田舎はちょっとね、
結構やっぱりね、あんまりいい話聞かないので、新入りさんとかもね、地方にね、国としては地方に人配りたいので歓迎歓迎みたいな感じでやってますけど、行った時の悲惨な話結構聞くでしょう。行った後に悲惨な話結構聞くので、もうその土田舎は行きたくないんですけど、ちょっとしたね、そこそこ栄えてる都心、そこそこ栄えてる都心の近くのどっかのちっちゃいところでも、ただ私あんまり地方だと虫が怖いので、でただやっぱり大阪出てもいいなと思うのが、健康保険が高い。まあ他も変わんないと思う、あんまり変わんないと思うんですけど、いや私最近知ったんですけど、健康保険ってね、所得から演算してるんじゃないんですってね。いやホームページとか見たら所得って書いてるんですよ。でね、私ね、自慢にならない自虐なんですけど、所得で演算すると私減免対象なんですよ。もうそんだけ儲かってないんで、仕事もあんまりないですし、もう去年なんかさんさんたるもんだったんでね。で減免対象に入るんで、なんで減免入ってないのかなと思うと、何です、収入、まあ私で言うと売上ですね、収入から経費を引いた金額、あれが対象らしいです。だから控除を引く前らしいんですよ。控除引く前だから、私どちらかというと控除が多いんです。で経費は少ないんです。なのでだー私高いんだって、おーね、ほんまにびっくりしますもん。だいたい前も言ったかもしれないんですけど、あれですからね、子供と2人で40万ぐらい払ってますもんね、年間で。前も言いましたけど、3人から2人に減ったのに上がってんですよ。で区役所にね、ちょっと聞きに行ったんですよ。どういうことですって言ったらね、もうこれはね、医療分は安くなってるんですけど、残りの3つがもう上がってるんですよって言われて、へへー。まあ逆に言い返すと、もう多分国にそんな財源がないんでしょう、お金が。まあ国か地方か。まあ大阪はね、確か借金もう返したと思いますんで、ねえ、やっぱりまあ五条なのでというのはあるんですけど、だからもうちょっとまたごめんなさいね、脱線しちゃって、これ今週最後の取りだめの最後になるのに、こんなラジオですべきなんだけどね、ラジオですべきなんですけど、ラジオね、いやただね、この辺この話ラジオでやっちゃうと私永遠やっちゃうんでね、もうちょちょって言ってやめるぐらいにしとかないといけないんで、ほんとね、これだけはもう、だからまあね、ちょっと近くで安いとこないかなと思うんですけどね、とまあそんな感じとかと思ってますけど、全然関係なかったね。じゃあ、長政さんに、黒田長政さんというと官兵衛さんの息子さんだっけ、そうだよね、お父さんはまた違う名前だったもんね。長政さんというとなんか頭に何だろう、なんでしょうね、マイナスドライバーの先みたいな、いや違うな、ちょっと広がってくるハンマーヘッドシャークみたいなね、シュモクザメみたいな感じのになってたような絵面だったと思うんですけどね。神兵さんのお父さんはなんかね、なんか演劇でもしはるのみたいな感じの風体をしてたと思うんですけどね。じゃあ次行きましょう。おお、キーさんって複数いるんだね。あ、これマサフサの子、さっきの人の子だね。あ、違うわ、これ重房さんだ。生まれも没も分かりません。正房の子、徳田正房さんも出てくるの。紀伊氏は下野宇都宮氏の宇治族、氏族であり、鎌倉の音大には九州武士団の統率者として活躍した名家であると。長く大内家に従い、長房の父正房は大内義興、義高配下で功を挙げたが、大内氏が没落した後は大友家に、大友氏に属した。でも大友さんって九州じゃないの？よくわかんないね。長房は、領地経営をこの、これなんだっけ、重房ね、重さんね、重読めないな、重房に委ね、本家の混乱収拾に努めたと。あ、地方は魅力が高い。でまあまあ、悪くないですよね。いや、凛々しい顔してたと思います、静観なね。
はい、次行きましょう。喜入末久さん、88年から30年、56歳、あれ56歳、あ、私瞬時に計算できたの、88から30、あ、ちゃんと計算できてんね意識なかった。島津家臣島津一門、ちょっとね、こう喜入っていう見方もすごいね。まあ喜入売り割りも、大阪の喜入売り割りも大したもんだけどね。まあ末は読めますよね、あの最近学んだんで。はい、島津一門、島津忠敏の嫡子、あ、もともと島津家なんだね。所有の地名を取り、ああ喜入姓、喜入っていう土地があるんだ。喜入姓に改めた。主君義弘の家老を務め、大隅攻略や芝刈り、あ、菱刈り、討伐に功を立てる。和歌、連歌に通じており、近隣の豪族だけでなく、京都の武家、公家との交渉にも活躍したと。政務が低いのね、でも。地望は高い、魅力低い、霊峰ある。でも不思議だよね、霊峰高いのに魅力が低いって、なんかどうもね、茶道もあって、霊峰も高いのに魅力低いって、なんだろうね、っていう感じしますけど、喜入さん。これ地名から取ってんですね。いや、私ね、柴田城もそうですけど、新八田城ね。あんなもう、柴田さんもいたでしょ。人の名前が先なのか、土地の名前が先なのか。なかなか難しいね。あ、で、猪苗代さんもね、猪苗代湖。ねえ、難しい。どっちが先なんだろう。はい、行きましょう。あ、木曽義政さん。あれ、こんな風景でしたっけ。これは有名な人でしょ。でも生まれた年は分かりません。あ、ごめんなさい、ちょっと能力見てた。あ、見てなかったですね。まあ、ちょっとよく、あんまり良くない。あ、見たよね。うん、霊峰があってって言ったもんね。うん。で、次、木曽義政さんね。生まれが分かりません。凛々しい顔しますね。信濃木曽谷の豪族。義安の嫡子。まあ、豪族ということはどちらかというと武力のある人。貴族じゃなくてね。武力のある。貴族はお金があるような感じですけど、私はそう思ってるんですけどね。昔それがね、学生自分では貴族豪族ってなんだそれと思ってたんですよね。今となっては、ああなるほどねと。まあ言うと豪族だ、もしね、まあ今のその暴力団の方たちとかは豪族になるんじゃないんですかね。多分おそらくそんな感じがせんでもないんですけどもね。まあそんな言い方したらちょっとね、豪族の末裔の方たちが、うん、ちょっと待ちなよと言われるかもしれないですけど、もしね、もし今すぐここで、そういうね、昔からの血筋がなくて、バーンってそういうの全部なくしていきなりポンって、はいスタートって言ったら、多分そういう人たちが、まあ、力があるので武力があるので影響力を持ちますよね。そういう方たちを豪族って言ったのかなっていう、まあ要は武力のある方なのかなっていう気はせんでもないんですがね。まあちょっと私の言ってることなのでね、もう適当に言ってますけど。はい、武田家に下り、信玄の娘をめとって親族衆となる。信玄の代はよく使えたが、勝頼の代になって織田信長に通じ、武田家滅亡の原因を作った。本能寺の変後は豊臣秀吉に属し、後下房だ。そうだね、下房だよね。これ下房へと移る。わあ、でも魅力はそんな悪くないね。うん、本当に平均。うん、まあスキルはあんまりない。ね、でも凛々しい顔してんだけど、ね、紀州島さんそういう人だったのね。ちょっと私の中で思ったのと違いました。じゃあ次行きましょう。次は木曽義康さん。79年から14年。お、結構長生きしてる気がしますよ。65歳。信濃の有力黒人、吉有の子、吉政の父。村上、小笠原、諏訪などの勢力とともに甲斐国境に出兵するが、武田信虎に敗れる。後に武田信玄に降伏。お父さんに敗れたんだね。飛騨の三木家の軍勢が木曽谷に侵攻してくると、これを退けてくる。まあ信玄さん、信虎さん追い出したんですけどね。追い出す前の話なのかな。こっちは追い出す前の話だね。でこっちは追い出した後かなんかだね。後にって書いてるから。悪いですね、能力ね。スキルも、まあ、使われてた牙で、武人としてしか使えないような感じですね。あ、お時間良くなっちゃいましたね。じゃあね、今週はこの辺で終わっておきたいと思います。それではどうもありがとうございました。